今日はそばを作りますよ。これ5割引きのそばとトマト、サバ、サバとサバ、トマト、おそばにしてみます。できました。こんな感じですかね。おそばでサバ、トマト、そして、ナスもたっぷり入れてみたんですよね。これをいってみたいと思います。オイルフリでいきます。うまい。いや、お蕎麦ですね。お蕎麦なんだけど、パスタ風に、サバ缶とトマトで、フォークでいきます。うん、うまいっすよ。ナスのうまい。ああ、もうこの、生の蕎麦なので、まあ、基本的には生パスタと同じですね。蕎麦の風味があるぐらいで、パスタですよ。めちゃくちゃうまい。ナスが最高っすね。バッチリです。あ、今日は天気がいいっすね。今日はね、美容院行ってきたんですよね。まあでもカットだけですね。色は変わってないですもんね、前とね。色をね、しばらく入れるのやめようかなと思ってて、落ち着かせようかなと思ってるんで、カットだけにしてきたという感じなんですが、これ橋本環奈ちゃんのモア、これ確かモネちゃんも確か出てましたよね、モアね。普通にインタビューがあってて、僕が気になったところが、昨年は千と千尋の神隠しで初舞台に挑戦、俳優として大きな節目となった。満たして毎日初めて学ぶことや発見が多く、すごく楽しかった、成長できたと思います、みたいなことを言ってるんですが、そうですね、気になったところはここですかね。人との付き合い方に変化が起きたってところですかね。二十歳の頃は飲みの誘いを断らないという謎のポリシーがあったんです。一日4件別の飲み会をはしごしたりしたことも、となんかそういうイメージですよね。なんか飲むのが好きみたいな、飲みは断らないみたいな。でもそんなことしてればいつか体を壊すし、気分じゃない時ははっきり断れるようになりましたと。まあ、体壊しますよ。そこは付き合い方の考えが変化したのかもしれません。自分が断れるようになったからこそ、相手にもそうしてほしくて、ご飯の約束しても、気分じゃなかったらドタキャンしてくれても全然いいんです。彼氏ができて疎遠になった女友達もいて、お幸せにねーって感じ。執着心がなさすぎてめっちゃドライだって言われます。しかし、そう言いつつも、人と会うことが一番の趣味とも公言。一人で過ごすことはほぼない。この10年ほどは一人で過ごしたことほぼない。すごいですね。すごいですよね。どんだけ多忙な日々を過ごしていても、友達との時間は大事にしてきた。友達との時間は死守してきた。絶対友達と会うみたいなね。毎日誰かしらに会っている感覚だし、遊びに行きたいと思ったらすぐに自分から連絡します。ご飯行く約束はもちろん。夏に沖縄に行こう。UFJ に行きたいな。いろんな話になったら自分からよし、日程を決めよう。私はこの人、この人、この日が空いてるよ。すぐスケジュール出すんです。行きたいねと言ってるだけじゃ、物事は何も進まないから。僕はこの話を聞いててですね。橋本環奈ちゃんとやっぱモネちゃんって同じね。舞台に立ってて、まあ、戦友みたいなこと言ってるじゃないですか。で、戦友なのかもしれないけど、プライベートで飲み行ったって話を僕は少なくとも聞いたことないし、なんか合わない気がするんですよね。プライベートっていうんですかね。実際はね、仕事上での付き合い、仕事上では戦友だけど、なんかプライベートでこの話を聞く限り合わないような気がするんですよね。妹さんはね、もかちゃんと橋本環奈ちゃん昔から仲良くて、まあそれこそ事務所のね、浜辺美波ちゃんとか親友みたいな感じで、ちょいちょいプライベートを飲み行ってるみたいな感じがあるけど、その中にモネちゃんが混じってるってことがあんま聞いたことない。浜辺美波ちゃんとか橋本環奈ちゃんと一緒に、上白石モネちゃんが一緒に飲みに行ったっていうのはあんまり聞いたことない。でもお互いお酒は好きじゃないですか。なんかこれは僕が勝手な想像、勝手なイメージで言ってるんですけど、橋本環奈ちゃんっていうのはもう、何、若くしてから芸能人になってるというか、奇跡の一枚。でね、九州でアイドル活動やってた時から芸能一本じゃないですか、言ってしまうと。でも上白石萌音ちゃんっていうのは親の教えなのか分かんないけど、
案外芸能人っぽくないなってところが多いというか、ちゃんとね、大学に、明治大学に受験で入って、そして通ってるし、なんならね、自分のいろんなインタビューとか本とかを読むと、一般人の友達の方が多そうですよね。なんかそこでなんかいろいろ自分とのズレをちょっとこう矯正してるみたいな、芸能人と一般人とのズレっていうのを自分がちゃんと分かってると、自分がなんだろうな、こう一般人、一般の人たち、普通の人たちからずれてきてるなっていう部分をなるべくないように、普通の人を演じれるような人間というか役者、すごく意識してる人だなっていうふうに思うんですね。まあそもそもこのね、カンナちゃんのね、毎日誰かしらと会ってるとか、飲みの席を断らないようにする、もうずっと飲んでる、二十歳ぐらいからっていうのって、まあ普通の二十歳ではないですよね。普通の二十歳の女の子はそんなことありえないんで、うん、完全にこう、これは、芸能に染まった人の感覚だと思うんですよね。その感覚の、カンナちゃんと一般人の友達、に合わせよう合わせようと、自分は芸能界というよりは一般に一般にって言ってるモネちゃんとだと、まあ普通のこう話をしたら、まあかなりズレがあるんじゃないかなというふうに、これを読んでちょっと思ったかな。今日ね、ありますよね。ちょっと録画しとこうかなと思います。後で。で、見たら感想を言います。